こんにちは。今回は北斗のキノコを使ったキノコとアボカドの簡単ホットサラダをご紹介いたします。材料はこちらです。まずキノコを食べやすいサイズに分け、電子レンジに使用可能なタッパーに入れます。一口大に切ったアボカド、バターを入れ、軽く胡椒を振ります。レンジで1分半加熱してください。最後に器に盛り付け、醤油、オリーブオイルで仕上げます。こちらで完成です。手間いらずで簡単にできる一品です。ぜひお試しください。